死決算だ。この時を待っていた。スポポさんがね、去年1位だったけど、それはワンダワンダって言ってよ。お、いいねいいね、上がってきた上がってきた。2回目してきてるな。1人だ。あ、総資産がスポポだ、ね、あ、あるね。15億。みんな上がってきてるね。まあいい感じでみんな上り調子ですね。まだ洗礼受けてないから、貧乏が。36マスか、遠いな。もう1回ぐらい使ってこい。あんだけ近寄ってけば。あー、3カード、いいね。特急サミットをダップンダー、まあ、ダップンダーを1個捨てましょう。サミット特急7か。サミットはいい。だって寂しくなったらみんなを呼べるんでしょ。集合って言えないんだよね。あれ、こっちになってる。いや、そう書いてあるよ。53マスで。おい、あ、全額全額だよ。いや、これはちょっと最悪。カード集めに走ろうかな。あと5か。いや、いや、もう無理だ、これは。新幹線使えばいいじゃん。新幹線初物件ですか。初物件だ。初物件乗っ取りするの。乗っ取りってあれ持ってる人が。ああ、え、じゃあ待って、アルミ工場80億円持ってたら取られちゃうってこと。ほら、あ、駅止まった、うん。え、じゃあアルミ工場もらえばいいじゃん。乗っ取りだからやっぱダメなの。ああ、そういうことね。でもアルミ工場を誰かが持ってたら、そう、乗っ取れるの。そんなことってある。おや、まだ親子だよ。ありがとうございます。おいしいな、これ。食べ物屋さんはみんな大好きなんですよ。そろそろ1個ぐらいダップンダーでも使ってこうかな。いや、ダップンダーも近くにいないとダメだし。お、他の社長さんたちの近くにうんちを落とせます。いや、タッチ悪いでしょ、これ。いや、もうね、邪魔、邪魔なのよ、カードが。ここは別に大丈夫でしょ、うんうん。あそこやばいんじゃない。いや、上から行くから。ここもまあ、まあ大丈夫。海だね、やっぱうんちで。あっ、あ、あれ。ってことは向こう2、3マスは大丈夫だってことだよね。2、3回は大丈夫だってことだよね。結構古いな。やりすぎだろ。どんだけクソすんだろ。あれ、閉じられたぞ。いや、下がある、下が。結構うんち下な。結構下ね。うん、どんだけ溜まってたんだよ。最近ね、プロテイン飲み始めてね。ちょっとね、便通の方が良くないんですよ。しょうがないっすね、もう。おお。なんなんこの茶番。イエーイ。ちゃんと特急カードも手に入れたって。ああ、特急ペンションね。わ、ここいいな。いいね、全部書いてる。ここいいな。うんこもなくなったし。あ、もしもこれでショットには何だ。1億6000。あ、いなかった。え、なんだ、ない6円だ。お小遣いか。ああ、でもお金持ってるけど。あ、まだいるじゃん。イベントが起こったからちょっといなくなっただけか。リニアカードとかもらったら嬉しいよね、記念戦に。ゾイも持ってきてるね。あるね、あるね。ちょっと待って、普通に買いましょう。ここは椎茸栽培、農林物件か。農林物件、農林物件は買った方。あれ、え、何、絶好調じゃない。
何こんなんあったっけ。あるよ。絶好調とか何常にサイコロが2個とかなんじゃなかった。3個なんじゃないの。いや2個だったと思うけどな。スーパーカード駅に昇格だ。あ、3個だ。あー、カードは変わらないの。おお、すごくねこれ。3倍。え、すげえすげえすげえ。絶好調とか。ちょっと待って待って、これさ、スーパーナイスカード駅に泊まるべきだと思う。普通に考えて。千葉県？うん。え、これ1回だけ？いや、しばらくだったと思う。でもな、近づいときたいな、今のうちに。まあね、まあ、ね、常に特急効果だからね。ナイスカード。まあ、ちょっと遠回りしてもいいかな。スリの銀地。あー、まあ別に思ってはないよね、今のところは。嘘つけや。いや、今のところはだよ。だってさ、スリの銀次カードとかってさ、険悪にする以外何もないよね。ナイスカード。わ、独占できるな。順調っすね。順調だね。あれか、スリの銀次カード32でしょ、だって。なんか、藤丸社長が積んだ感じがするのが気のせいかな。まあ、金は持ってるからね、ただ。まあ、鈴辺の涙も持って。まあ、急行系だろうね。あ、運動周囲を全部関係？これででもだいぶ、サイコロ的には強くなる。いや、これでかいなぁ、見返る。物件がなくなっていくだけで、今のところそんなにダメージないもんね。今何月？まあ、夏っぽい雰囲気だよね。7月。全然いい。めちゃくちゃ好調だな。いやぁ、絶好調っていいなぁ。金、金。3倍でしょ。すげえ。億単位の金が入ってくるのが多い。多いな。おお、絶好調な半分か。スリの銀次カード持ってたからじゃん。2か。あんな、あんな、あんな。ワープ、ワープに行けるってことかな。うん。近づくね、近づくね。だって今度スコープは最寄りの駅カードで入ろうと思えば入れるわけでしょ、次。あ、そっか。あれ、そこまで考えてなかった。スコープはね、そういうの考えないから。あ、戻れ戻れ戻れ。参加。人のカード誰が何持ってるかって結構重要なこのゲーム性だけどね。全然見てない。ありがとうございます。近づくね。近づきましょう。うん。無料？無料？何？1億円までなら悪くない、悪くない。うん。まだ38で。これはミカミックスと藤丸のチキンレースが始まる感じだな。だからなるべくね、上上上。どっちに行くか分かんないからね。あ、そっか、2分の1か。でも使うでしょ、使いましょう。行きますかって。行きましょう。いや、行かねえだろ。1打選手1。はい。あー、遠ざかる。今のうちに近づかなくては。なんもねえな。クラシックはクラシックだね。桃太郎グッズや 100%。 いや、スコポがだいぶ好調だね。おっ。近づいてるね。近づいてるね。縮めてくるね。だいぶ近づいてきてるな。進行方向上にいるのか、さらに。
何枚作ってんのクレジットえ、これ結構痛くね。いや、カードを見た時に見えないってことで、何のカードか、まあ、覚えてればいいってことだね。そうそうそう、旧光景だとね大丈夫だよね、今何持ってるか分かってるから。便利系がちょっと使いづらいかな。マイナス。いやでも近くに解かないと怖い。全然まあこんなもんか。さてさてさて、もう結構来てんだよ。ここででもナイスなカードを手に入れるんでしょ。飛車ラリー似たような感じだなこれがナイスカードの扱いになってるってことは、達成した時がすごいんだよ。今は11億って言ってたよ。おお、なかなか入れないで僕もラフィ、もう今特製でいらないんじゃないの。いらないね。13。いやー、射程系、ね、いやー、近づいてきたなー。打ち合いが始まるな。早く入って。お、これもわかんないわいや、なんだろうな何を手に入れたんだろう。何を手に入れたかわからないただ、即害があるものじゃないけどまあ、地味に近づきましょう。トーク、サイト一発か。これもいらないな。うん、さてさて、俺は地味に行かなくて一気に詰める。そうそう、割となる。あー、きれいいプリプリしてるね。まあでも、あ、ちょっと俺金少ねえんだみんなが同じ近いところにいれば貧乏神がついてても、まあリスク的にはね、ヘッジされるよね。どうやって戻るんだっけ。落ちますね。ちょっと行けるところを見よう。神戸、青がいる。今、3番。まあ、とりあえず、ナイスカードだけど、だいぶ離れるんじゃない。まあ、しょうがない。これにかける平野まさか。真っ平。結構、すごい。おー、来たね。これ、貧乏神さんは。俺。ニカミックスのところにいるの。うん、みんな結構バラバラじゃない。まああと次のね、場所だよね。場所だね。北か南か。南にしてくれーす。大間かーどこだ、遠いなー。え、青森の方でしょ、大間だと。200万円。安っお嬢救い教室とかただ一応俺進行方向上にはいるよね。遠いな。こいつ近づいてきてくれれば。まだわかんねえんだこれあ、近づいてきてくれるね。離れるよな。でも離れとけば貧乏神の圏内には来ないと思うよ、さすがに。特急使っても。まあやっぱり詰まるよね、手堅く。11月か、多いね。焼きまんじばっか。そしたら、まあちょっと期待カードを使ってちょっと北の大地の方に行かせてもらいましょう。いいな、角度がねまあ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 、でも北かまあこっからしたら北でしょ。もうこれはこれだな。ピッピッさすがにいけない。ここか、諦めろ。諦めるか。いやー、移しに行った方がいいんじゃないの、離れるよりはみんな遠いよな。いやいや、緑の人近いよ。緑の人誰が知らないワンダー、ヘリ禁止。いや、ワンダーではない。うんちしてもらってもいいや出たね、ネタ切れか
これ何？俺全然わかんないんだけど。さっき出たよ。出たよ。信用。さすがだね。あ、そっか、スポポもそれなりに近くにいるんだ。76マスってね。76ってやべえ。ワープ駅があるメガネ。ワープ駅使うか。何にも見ないで使うよ。本当に勢い重視だ。ゼロ円になっちゃうんだ。大間ってどこだ。青森じゃない。まあ行くしかないし、使ったんだ。まあね、3億分で捨てて移動しちゃったのに、はい、これで一番近くなったんじゃないだろう。そうそうそう、逃げるね。72マスやったよ。出たよ。全部盗まれた。2倍にしてもらってゼロにされる。何このグルだ。あの2人グルだ。よしよしよし。金ねえな俺。食品日本一。こんなのあったっけ。ちょっとこれどっかで見たことある顔してるな。なんかどっかの鶏肉屋さんの顔してるけど。お、来た来たー。これは絶好調とかないの。いや、絶好調でしょ。絶好調はねえよ。やったこれさっきミカミックスがなってたやつでしょ。そうだね、俺はそろそろ切れそうだね、逆に。スーパーナイスカード駅ってどこにある。千葉の、下の千葉の。ここか。飛び切り素敵なカード。何もらえ。いただきましょう。キングデビー。ああ。ああ。星入れがいい。うーん。ああ、なくなったねー。って感じだな。おお。やった。あと銀次が来る。なんか新幹線の収入とか欲しいな。1個しかないんだよね、俺。いやでも、もういつスポポさんが大間に入ってもおかしくないよ。移しに行ったな。これは恨みが残る移し方をしたな。あそこの3枚に入るよ。まあ、とりあえずカードをもらっとくか。クワハリ取るといいとか。おお、やっぱりこのパターンだね。高いな。あ、やばい、これは。物件を手放さなければ。まあ、独占は無視せざるを得ないから、ずんだ餅か。まあ、売ってもね、即また売るはめになるからね。どうせね。うん。まあ、とりあえず、この50パーでいいや。28か。まあ、それなりにあるね。ゆっくり行きましょう。大間と青森だと思ってたけど、もしかして違う？そんなにマスがあるってことは。え、何マス？28。いや、そんなもんじゃん。ああ、そうだよね、青森だよね。そう考えるとめっちゃ遠くない？藤丸社長。お、これは壮絶な打ち合いが始まる。俺はもうただ手札がないからね。打ち合いが始まってしまう。持ち金ないし。ここはちょっとこのスーパーナイスカード駅。すげえ。何も起きなかった。本当だよ。新幹線周囲行こう。と新願いってなんだ。え、近くのカード売り場に行ける、うん、なんかスーパーな感じでいまいち感じられなかったな。とりあえず、タイガのマスは2億で売れんのか。売っちゃってもいいんじゃない。確かにね、2億あればいろいろできるよ。フィリピン系、まあ、2億あったらまず僕バンコクにコンドミニアムかな。あー、引き換え券カードか。これ何売ってんだ。特急収入って。特急収入があるね。シュレッダーって何。あー、
まあリトルデビルだからいいや。じゃあとりあえずカードで引き換え券カードでしょ。で特急周遊。特急周遊でしょ。これでまたあれか。すごいな。でかい。藤丸さんとミカミックスの壮絶ななすり付き合いが始まるね。始まるね。で最悪期間延長できるから。これは分が悪いな。藤丸社長は。何のカード見てるか分かんない。守りカード一応持っとくか。貧乏神近くにいるしな。まあね、持っといた方がいいよね。こんなもんでいいや。あ、いいねいいねいいね。リトルデビルより全然多いや。オッケーオッケーオッケー。これスコップは地味にサイコロ振って近づいていくパターンでしょ。そうですね。おい、え、行く売るの。お、こういうことです。ほんとか。考えてたか。ワープ液。ただワープ液を使って、うわーこれは。俺と同じコース。そうでしょう。これはミカミックス社長が。ボンビついてるし。ついてたんだ。しまった。いやいや。やめてくれやめてくれ。ついてる状態でものすごく今スポポに近づいたんでしょう。ちょっと特殊使って逃げないと。いやいや、でも藤丸社長も持ってるよ。なおさんに急行系カードって考えると結構遠いな、俺近づくと。いや、まだいいんじゃん。いやいやいや、近づきます。買えないな。高いね。おいおいこの後に銀次が来るね、銀次来るよ。さて、あれこれ、あれか、俺もワープしたいな、この金額だったら。いやー、そういうこと。そうそうそう。ちょっとワープ駅遠いね。どこにあるの。でも77マス普通に進むんだったらどうだろう、ワープ駅目指す方がいい気はするけどね。金がないんだよね、金が。ワープにでも、まさカード、まさカード、みんな少ねえし。こいつもゼロだと、だってえ、あと何もそっか。21くらい。あー、あったね。そうか。おい、ダタリン船か、いいね。急行周遊いっぱい持ってるっていうのでかいな。おーいお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 い、少ない物件が獣売られてます。近づいてこ、怖い。赤松しか行けないってことは下から待った方がいいかな。なるほど、どっちから行っても結局赤か。まあ3月いいでしょう。日本一クイズ、マグロの漁獲量ね。はい、塩釜市があるのはマグロでしょ。塩釜市だね。いや、マグロでしょ。うん、そうだよね。まあ、位置的になんかこの辺しかなかったんで、そもそも3。カード当たるか。おお、望みがでかいね。いやー、みんな手札が揃ってきたな。いざという時の。バッカバッカね。みんなのカード率高いね。ゴー戻る。とりあえず金が入る。5年だね。え、そんなになった。5年。スポポに抜かれてるね。どうせよ。いや、今4年。4年。あ、4年か。本当だ、結構長いな、10年。